だけど、あの事実ですね、あの力は抜けておいて損はない。もう本当力抜けておいて損はないっていうか、もう力抜けないと本当損することばっかりですよ。大変なんで、なので今日はあの脱力の仕方ですね、脱力の仕方、それを学んでもらって、緊張体質なあなたから脱力体質、もうゆるゆるな体、もう体だけではなくて心もゆるゆるになるような、そのやり方をお伝えさせてもらおうかなと思っております。今日もあのかなり具体的なアクションプランもお話しさせてもらうし、実際に僕が患者さんに対して、あのもちろんお金を取ってですよ、お金をいただいて、あのお伝えさせてもらっている方法、それを今日はもう特別、新春特別番組パート2ということで、YouTube リスナーさんの方にもお伝えさせてもらおうかなと思ってます。こんな感じなんでよろしくお願いいたします。よろしくね。そうなんですよ、僕一応今治療院で撮っていますけれども、シドニーの方で治療科をさせてもらっていて、そして困ったことに結構売れっ子なんですよ。かなり売れっ子の方なんですね。オーストラリア人と、現地在住の日本人に治療を施させてもらって、そしてで患者さんの中ではどちらかというと、その症状が重い人を中心に見させてもらっているんですね。症状が軽いんではなくて、もう昨日今日を、ちょっとだけ寝違いで苦しんでますとか、ちょっとだけ肘が痛いんですとか、そういう人ではなくって、もう症状が重い人、重症患者さんですね。それこそ、20年間肩こりで悩んでいますとか、30年間腰痛で悩んでいます、でもどこの治療院に行ったって、どういうような治療を受けたって治らないんですって言った、そういった感じのもう困ってられる重症患者さんを中心に、見させてもらっているんですね。で、その重症患者さん全員に共通することっていうのがあるんですよ。全員、本当に症状が重い人全員に共通すること、もうそれが緊張体質ですね。力が抜けないんです。力が抜けないんですよ。だから力抜いてくださいって言ったって、自分が力が入っていることにすら気づけないんですよ。逆に言えばそれぐらい神経が鈍感になっちゃっているんですね。 YouTube リスナーさんの中でも、もしかしたらそう言われたことがある人だとか、自覚がある人が多いかもしれない。あなた、あの力抜いてくださいって言われたって、私抜いてますけどみたいな、そんな感じで自分では力抜いているつもりだけれども、実際にはガチってなっている人、もうこういう人はね、もうさっきも言ったけど本当に損しかないんですよ。本当にしんどいんですね。まずその緊張体質、力が抜けない人のデメリット、その1、まず疲れます。なんと言っても疲れます。だってほら、あの自分は休んでいるつもりだけれども、力が入っているっていうことは、いつ休むんだっていう話じゃないですか。その寝ていたりテレビ見ていたり、その本来だったらリラックスをして回復するべき時間にも、こう力が入ってるんですよ、力入っちゃってるんですよ、ずーっと力が入ってるんですよ。それは筋肉たち休まらないだろうと、そういう意味でも疲れるし、あとはね、緊張しているっていうことは結局体にブレーキがかかっているっていうことなんですね。そう、体にブレーキがかかっている。自分ではブレーキから足を外してアクセルだけを踏んでいて前に進んでいるような感じかもしれないですけれども、そんな感じで力が抜けない人っていうのは、ブレーキとアクセル同時にギューって踏んでいるような感じなんですよ。前には進んでいるかもしれないけれども、ブレーキにも足が乗っかっているからスローダウンしていくし、なんだったらハンドブレーキも上がっているような、だからアクセルめっちゃ吹かしてようがもうなかなか進まないぞっていうのが体に起きてやっているんですね。だから例えばこれらってほら、僕たち日常生活で体を動かすじゃないですか。顔を洗うような動作、まあ顔を洗う、手を前に出す、こういったシンプルな動作でも自分では腕を前に出しているつもりかもしれないんですが、そのそういう力が抜けない人っていうのは、腕を後ろにしようとする力も働いちゃってるんですよ。これがアクセルとブレーキですよね。アクセルだけではなくてブレーキも働いちゃってる。でこれが腕だけではなくて、体を折りたたむような動作、体を折り曲げるような動作でも起きているし、もっと言えば足を前に出すような動作ですね。その
ウォーキングだとか、あと階段を上り下りするときも、自分は階段を上っているつもりだけれども、足を上に上げさせまいとする力が働いちゃってるわけです。ね、だからね、まずそういう人はまず疲れやすい。とにもかくにも疲れやすい。で、筋肉硬くなるから、その分怪我もしやすいし、で、体も柔軟になりにくい。もういくら柔軟体操をしたってストレッチしたってなかなか伸びないのは、もしかしたらずっとブレーキがかかっているからかもしれない。うん、それだけじゃ全然ないですよ。もちろんその不調が治っていきにくい。で、特に力が抜けない人っていうのはね、腕の力が抜けない人は上半身の問題を持ちやすい。僕がこの治療家生活、プロのセラピスト生活十何年間で得た結論ですけれども、腕の力が抜けない人は上半身の問題めちゃくちゃ持ちやすい。具体的に言うと、肩こりであったり、首の痛みであったり、頭痛であったり、あと顎関節症ですね、顎が痛かったり口が開けられないとか、あと五十肩であったり、肘の問題、手首の問題、指の問題、そういった上半身の問題を持っている人は腕の力がまず抜けない。うん、腕を、僕が患者さんの腕を持ち上げて、はい落としますって言ったってピタッと止まっちゃうやつ、もう八幡村状態ですね。すいません、年がバレますけど、八幡村状態で腕がピタッって止まっちゃって、で、私力抜いてますけど何かみたいな顔してくるんですよ。全然力抜けてねえじゃんと、力抜いたらこの腕落ちるじゃんと、本当だったら落ちるはずなのに落ちないんですよ。で、それを言うこと聞いてくれないですよ。結局筋肉と脳みそのこの神経、つないでいるものが神経なんですけれども、その神経のチャンネルがうまいこと働いていない。脳みそは筋肉に対して、お前たち今は休む時だから休んでいいよっていうような指令命令を送っているにもかかわらず、筋肉たちはそれに抵抗して話聞いてくれないからずっと固まっているんですよ。ね、そうなっちゃうでしょ。全然それだけじゃないですよ。あとはね、脱力できない人はまず痩せない。本当に痩せにくい。さっき言ったこととつながってくるんですけれども、ほら、硬い筋肉って結局循環がないんですよ。硬い筋肉っていうのは結局その間を走っている、走行している動脈だとか静脈だとかリンパだとか神経がずっと常に圧迫されているような感じ、ずっとつねられているような状態ですね。うん、なぜならば動脈、静脈、神経、リンパ、それらって筋肉と筋肉の間を走行しているから。っていうことは、筋肉がそれだけ固まっているっていうことは、それら、その水のホースがずっと潰されているような感じ。っていうことは、もちろん循環が悪い、流れが悪いっていうこと。流れが悪いからだって痩せやすいんでしたっけ？ね、そういう感じで、ダイエッターにとっても脱力できることはもう本当に必須だと思います。痩せ体質を目指したかったら、まずはゆる体質を目指すこと、そのためには緊張体質から脱却することが必須になってくるでしょう。こんな感じで、そのデメリットはもう山盛りなんですよ。もっともっといっぱいありますよ。見た目にもすんごい影響してくるし、あと眠りも浅くなってくる。さっき言ったように疲れやすいからね、緊張してっから快適に寝れないし、で、眠りが浅くなると、その頭がぼーっとしてきたり、判断力が鈍ってしまったり、疲れやすいから、人間関係にも影響してくるかもしれないですよね。あの人なんか愛想悪いなとか、不機嫌だなとか、話しかけないでおこうっていう風になって、友達も少なくなったり、ご家族のみんなも心配したりしてくるでしょうし、まあもちろん免疫も弱くなるでしょうね。体力弱ってきやすいから、疲れどん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 持ち越しで、免疫弱ってくる、体力なくなってくる、病気になりやすくなる。うん、で、寝れないから心の病気ですね。そのメンタルも病みやすいと思います。うん、過剰に心配してしまったり、過剰に不安を感じてしまったりもするでしょうね。だからもうそんな感じで、その力が抜けないって、その二重苦三重苦っていうところの騒ぎじゃないんですよ。もう本当にデメリットだらけで、もうこれぐらい脅したらもう十分かなと思うので、ここからいい話に転向するとすると、脱力できないっていう人いらっしゃいますけれども、それは大間違いだと思います。
脱力ができない人なんて世の中にいないと思います。もっと言えば脱力ができない動物として、ね、多分存在できないから、あなたももう必ず若かった頃はもう絶対に脱力できていたはずなんですよ。赤ちゃんの頃、小学生の頃はできていたはず。それが環境的に、環境因子で、もしくはもう言葉変えると後天的に緊張体質になってしまった可能性が大なんですよ。 100% です。むしろ 100% あなたは後天的に緊張体質になってしまった、先天的ではなくて。ということは脱力スキルはやれば身につくっていうこと、もう必ず身につきます。練習をすればするほどどんどん伸びていく。逆に言えば練習しなかったら一生かかってもできないもの、むしろまあ年とともにもっともっと硬くなっていくでしょうね。ならば今皆さんはどちらに進みたいかですよ。もうこのままずっと頑張ってカーって力が入ったしんどいような生活を送っていくのか、それともその仕事するべき時は仕事ができる、だけれども休むべきはちゃんと休んで、そして体力回復できて免疫も強い動きやすい体を作っていくのか、もうそれは2つに1つなんですよ。今日のこの放送がある意味運命の分かれ道なわけですよ。すごくないですか？なんかかなり説得力ある言葉でしょう。と多分これ患者さんに何人ぐらいだろう、1000回ぐらい僕言ってることだから、そこそこ説得力あると思うんですよ。誘っていきましょう。もう緊張体質あかん、脱却したい、むしろゆるゆる体になりたいっていう声が聞こえてくるので、もう早速そのやり方を、お伝えさせてください。ポイントは4つあるんですよ。ポイントが4つなので、それちょっと聞いていただきたいんですけどね。まず1つ目は呼吸を利用することですね。呼吸、もう脱力できない人っていうのは深呼吸を軽視しがちじゃないですかね。ぐさって突き刺さった人多いでしょ。深呼吸苦手やねんっていう人いるじゃないですか。呼吸ですね。呼吸ってほらもう息って漢字で書くように自分の心っすよ。自分の心を見つめられないような忙しい人が山盛りまあいらっしゃるじゃないですか。もしくは忙しくさせられているでしょ、テクノロジーのせいで。スマホがね、日常生活に入ってきたせいで、今までだったら休めていたちょっとほわっとするような時間もスマホが入ってきて、もうスマホのニュースでうわ誰々が殺された、うわ誰々が不倫したっていうことになって、自分の呼吸がおろそかになっているわけじゃないですか。その結果息が浅くなりがち。現代人はすべからく息が浅くなりがち。なぜならば情報過多だからですね。テクノロジーのせいで情報過多にさせられているんですよ。これちょっと経済と絡んでくるからちょっと話を置いときますけれども、そういうふうに僕らってさせられているんですね。で今後そういうのはもっともっとスピード化していくから、だからこそ脱力する時間を意識的に設けるっていうのがめちゃくちゃに大事で、その時間帯に何をするかっていうのは自分の心を見つめ直す、言い換えれば呼吸に意識を向ける時間を作ること、これですね。ここなんですよ。でここでね、利用したらいいなと思う法則が一つあって、人の体っていうのは息を吸っている時に筋肉は硬くなって、そして吐いている時筋肉は緩むっていう性質を持つんですよ。この法則を利用すること、もう一回言いましょうか。人の体は吸っている時筋肉が硬くなる、そして吐いている時に筋肉は緩む、こういう性質があるから、これを利用することで、もうすべからくですね、もう皆さんライブを見ている人、アーカイブを見ている人、もう皆さんの分かるんですけどね、皆さんの性質が分かるんですよ。皆さん呼吸がめっちゃ下手、特に吐くのがめちゃくちゃ下手じゃないですか。息吐けないんですよ、そうって言ってるじゃないですか。ね、もう全員そうなんですよ。僕の患者さんでも、重症になればなるほど息吐けないんですよ。って無理やりやるんですよ。これはやっぱりもうさっきも言ったように、もう後天的にそういう風にさせられているんです。ならば息を吐くのを練習しましょうよと。息を吐くのを練習するね、練習したら必ずうまくいく。だからこそ息を吐くっていうのをこれから練習させ
していきましょう。あと追加するとしたら、今このチャンネル見られている人で、もうすでにストレッチが習慣化されている人、それはすごい素晴らしいと思います。で、ストレッチは習慣化されているだけれども脱力がうまくいかないっていう人は、そのすでに習慣化しているストレッチに息をちょっと追加してみてください。で、特に息を吐くっていうことですね。もう偉いんですよ。素晴らしいんですよ。ストレッチされているっていうことは素晴らしいから、一歩先に進んでいるから、さらに一歩、良い体、いい体、いい心を作りたかったら、その、ストレッチしている時に、息を長く深くできるようにしてみてください。これをするだけでもあなたの脱力体質にスピード化がさせられる、スピードをつけてあなたは脱力体質になっていくから。逆にストレッチはしているだけれども息が止まっている人、ここを改善してみてください。 OK、 ここですね。息、呼吸を利用するっていうこと。漢字ついでで言えばほら、息抜きをするっていう言葉もあるじゃないですか。息抜き、休むっていうことですよね。息抜きって結局抜くでしょ。ちゃんとつながってくるんですよね。やっぱ日本人、日本語ってすごいですよね。だからこそ呼吸を利用することを決して忘れないでください。これが一つ目ですね。で、二つ目は重力、重力を意識するっていうこと。何を言うてんねん正直と。私は力抜けたいん、力抜きたいねん、そういう体質になりたいねん。何を重力の話しとんねん、何を物理の話しとんねん、私とは関係ないわん。そういう風にね、脱力ができない人はね、思いがちなんですよ。そう、脱力ができない人はね、重力を完全に意識の外に置いて、もう完全に切り離して考えちゃうんですよ。もうここがあなたが脱力ができない原因なんです。もうここ忘れないでください。あなたは地球上に生きているわけじゃないですか。あなた火星人じゃないでしょ。月の上に住んでいるわけでもないでしょ。っていうことはもうすべからく全員に重力っていうのがかかってきているんですよ。そう、すべての物質は地球の中心に向かって落ちていく、この法則を絶対に忘れないように。ここですね、この重力を意識する。でもっと具体的にイメージしやすいように言うと、例えば今まああなたがどういう風な姿勢でこの動画を見られているかわからないですけれども、椅子で、まあ、こういう風に椅子に座っているとするじゃないですか。そしたらその椅子がパッと消えたとしましょうよ。後ろから誰かが来て椅子をゴーンと蹴っ飛ばしたと。そうするとだるま落としの要領であなたがストーンって下に落ちるでしょ。ストーンって落ちるじゃないですか。この線、これが重力の線なんですよ。重心線なんですよ。こんな感じで真下に落ちていくじゃないですか。これを忘れがちなんですね。脱力できない人はこれを忘れがちで、重力に従ってむしろ抵抗して反対側に力入っちゃうって言うんですよ。ならば重力を意識してストーンと落とすこと、これはめちゃくちゃ大事なんですね。これが意識できたら、あ、そうか、重力に従ったらいいんやと、抵抗しなくていいんやっていう風になると脱力しやすくなるんです。すごいでしょ、面白いでしょ。で、これ全員そうですよ。まあ、重力私かかってけえへんねんっていう人おったらちょっと今止めていただきたいんですけど、そうじゃない限りもう全員に、皆さん全員に等しく力がかかっている、それが重力なんですよ。だから今ベッドの上で寝転びながら見ている人も、そのベッドがストーンと消えたと、もうだるま落としの要領でコーンって誰かがベッドそのものをストーンと横に動かしてしまった、もしくは何か起きそんなこと起きないですけど、ベッドがもう完全に消えてしまったとなったら、ストーンと落ちているわけじゃないですか、落ちていくわけじゃないですか。もしくはマンションで見られている人、マンションのその足元が完全に、土台が完全に消えてしまった、そしたらストーンと落ちるわけでしょ。それです。それらがもうずっと僕らの体に押しかかっている、のしかかっているんですよ。ずっと重しとしてのしかかっている。これを忘れない、それを忘れないようにすると、今あなたが腕があります、その腕にも重力かかっているんですよ。重力がかかっているっていうことならば、重力意識した途端に落ちやすくないですか。肩上がっているっていうことは、上がっているっていうことは重力に反対して正対して上がっているんですよ。ならば落としましょうよ。
うん、ね、スカイダイビングの要領ですよ。今もしあなたの足元がスコーンと消えてしまった、足元がもう全部なんか溶けてしまった、一瞬の間に溶けてしまった、そしたらあなたは地球の真ん中に向かってストーンと落ちるわけじゃないですか。これです、これです。落ちている間ってふにゃーんってなりますよ。ほにーんってなりますよ。ね、これなんですよ。僕たちだってもちろん重力に反対して正対して立っているわけですからね。ならば重力に従いましょう。スカイダイビングの要領でストーンと落ちていくんですよ。これです。これが2つ目ですね。で、3つ目、いよいよ僕たち動いていきましょうか。体動いていきましょうか。体動かしていきまーす。どの体勢でも大丈夫。皆さん、どの体勢でも大丈夫。まず、例えば今のあなたの体の状態、ちょっと感じてもらっていいですか。椅子に座っている人、立っている人、ちょっと、目を閉じて、今、あなたが感じている凝りだとか、重みだとか、痛さだとか、しびれだとか、ちょっと目を閉じた状態で感じてほしいんですよ。感じています ?OK、 自分の体の状態を今感じましたか ?OK、うん、これ脱力体になるための第一歩ですよ。今、自分の体に何が起きているのか。これですね。これマインドフルネスとも言われます。今、自分に、心が宿った証拠、息がようやく入りやすくなった状態。こういう時間なかったでしょ、皆さん。で、こういう時間を作ることこそが、やっぱり脱力体になるための前置きですよね。前のその料理でいうところの仕込みの状態、何にもしない時間っていうのをあえて作ってみる。 OK、 そしてそれ覚えておいてくださいね。今、しびれがあった、重みがあった、ちょっと痛いっていうのがあったっていうのを覚えておいてください。 OK、 そこそれやるでしょ。そして例えばですね、腕肩の力が抜けない人大半だと思うから、それをやりましょうか。あのね、力抜くためにはあえて力を入れてみるっていうトライ、思考もすごいすごい大事なんですよ。ね、力を入れることはできるじゃないですか。うん。緊張してる人って力入れることはできるでしょ。抜くことができないだけでしょ。で、その抜けた感覚がわからないから、それをあえてわかる状態にするためには思いっきり力を入れるっていうことが大事になってくるんですよ。で、この時にその中途半端じゃないですよ。中途半端にほら僕たちずっと作業しているから中途半端に力が抜けないでしょ。だからこそ思いっきり力を入れてみる。で、腕肩に力が入る人は特にね、こういうポーズ取るといいと思うんですよ。ガッツポーズ。そして拳も握って、そして上を向いて、うわー、よっしゃーって、これ力入れてみて、あっ、ちょっと痛いですね、腕がね。そう、力を入れてみるっていうことをやってみる。これを例えば3秒ぐらいやった後に、はぁ、息を、重力と息ですね。ポイントの1番と2番でやったやつ、ポイントの1番とポイントの2番でやったやつ、息を、はぁ、と吐く。息を、はぁ、と吐く。ちょっと、息苦手な人、吐くのが苦手な人は、意識的にちょっと強めに、口からため息を吐くような感じ。で入ってみるといいと思う。それプラス重力あるでしょ。先ほど皆さん学んだじゃないですか。重力、地球の中心に引っ張られる力、これを腕を力を込めた状態で、これそう、少し大げさにやるぐらいでええですよ。少し大げさにやるぐらい、こう力がーって入れて、そうそうすると、ほら、力が抜ける感覚っていうのを体くん、筋肉くん、神経くんに覚え込ませることになるんですよ。やってみる？もう一回。これ力入れる。はぁ。そう。ぶっせーくでしょ。力入った時、そう。デメリットに追加しよう。もう一個追加。緊張はブサイクは生む。やけくんにゃんぬるじゃないですか。顎に力が入るじゃないですか。これが顎関節症の正体ね。
腕と顎って特に拳と顎ってめちゃくちゃ関係してるから、顎関節症であなたが悩んでいるとしても、この顎だけをマッサージしてみても、ボキボキっていう風なカイロプラクティック的な施術を受けても、マウスピースを入れても、それって根本解決にはならないですよ。根本的に治したかったら腕から力を抜けること、もう本当に数百人数千人単位で治してきた僕が言い切ります。もう顎関節症は腕から治せですね。だからそういう人こそこのワーク、力入れて力入れて、これをめちゃくちゃおすすめいたします。これが3つ目のワークですね。力をあえて入れてみる。で、足でも同じ、お腹でも同じ、腰でも同じ、本当に全て同じですね。これは座った状態、もしくは横に寝た状態ですね。自分が立った状態では力入れなきゃ倒れてしまうから危ないから、ベッドの中で、例えばあなたが右足の力が抜けないっていう風になっていたら、力を右足に力ぐーっと込めて、これやってみるんですよ。もしくは腰でも同じ、お腹でも同じ、顎でも同じね、もうどこか力が入っているとこあえて力を入れてみる。ぐーっと力入れて、そうするとメリとハリっていうのが出てきて、体がようやく、あ、これが脱力なんだなっていうことを覚えるから、 OK、 これでございます。これが、力をあえて入れてみる3つ目のポイント。4つ目ですね、最後これもみんなで一緒にやりましょうか。最後はね、揺すること。揺する、もしくは揺らすっていうことですね。揺する、揺らす、今皆さんどういう体勢でやってるかわかんないですけど、例えば椅子に座っているとしたら、こんな感じで体全体を軽く揺するんですよ。で、この時のイメージとしては、水風船、水のタプタプに入った袋ですね。甲子園で売ってるようなカチ割り氷みたいな感じ。ビニール袋に水を入れてタップンタップンになったと、それが体になりましたと。それをなんかゆりかごに揺られているような感じ。うわーっと赤ちゃんが安心して寝ているイメージで、もう絶対急激な動きは禁止。揺すっていくんですよ。で、さらにこれのすっごいところを言うと、接地面をイメージして、接地面を意識されるとなおよしですね。接地面っていうのは、椅子で言えば椅子のお尻が当たっているところ、ここをイメージする。もしくは寝ながらやっている人は、今背中とベッドが触れている部分があるじゃないですか。背中とベッドが触れている部分、ここをイメージするんですよ。手をこういう風に手すりに置いている人だったら、そこもイメージする。そこをイメージする。その手すりのその感覚をイメージする。椅子に座っている人だったら、椅子、今座骨だとか、骨盤のお尻の部分と椅子の座面ですね、座面が当たっている、ここを中心に軽く揺すってみる。ゆらゆらっと揺れてみると、水の中でたゆと昆布みたいなイメージですかね。これ、これなんですよ。これなんで、やりつつ聞いてくださいね。これなんで、あえて接地面を今意識してもらったかっていうと、その力が入っているところをイメージしてもらうと、意識してもらうと、よりそこに力が入っちゃうんですよ。人ってほら、一箇所しか意識できないでしょ。それを、あえて今力を抜きたいから、そこを意識させないんですよ。意識しやすいところって、やっぱり外部と触れているところが一番意識しやすいんですね。だから椅子に座っている人はお尻と座面、ベッドで寝ている人は背中とベッド、この辺を意識しつつ、軽く揺する、揺らす。そうすることによって、あなたが力が入りやすいところも揺らされることになるんですよ。ここ大事なポイントですよ。揺らされる。
自分で動かすのではなくって、そこは揺らされるんですよ。自動詞ではなくて他動詞になるんですよ。でそうなった時に力がふにゃーんってなりやすい。でふにゃーんってなっているっていうことは、もちろん筋肉と筋肉の間にようやくゆとり、遊びができた。そしてその間に動脈が流れて栄養素だとか酸素がそこに行き渡る。筋肉たちが健康になっていく。そして細胞たちの、老廃物、細胞のうんちですね、うんちは静脈やリンパを通じて体の外に流される。体がどん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 活性化される。機能的な体が出来上がると。このイメージすごいっしょ。これは本当にね、僕自分で言うのもなんなんですけれども、大げさでなく人生が変わる教えだと思ってます。この4つポイント大丈夫？4つのポイント大丈夫かな。呼吸を利用するっていうこと、特にですね。できない人、苦手な人はため息つくじゃないですか。ね、はぁ、ちくしょうっていう風にそのネガティブに捉えがちだけれども、ポジティブにあえてため息をついてみる。ポジティブため息ですね。それもいいですよ。それもおすすめ。さっきも言ったように人の体っていうのは、息を吐いている時は筋肉は固めることはできないんですよ。筋肉を固めることはできないから、それを利用するためにあえてため息、これが一つ目でしょ。で二つ目は重力を意識する。わからない人、知らない人、もう今すぐイメージしてみて。あなたの椅子がストーンと消えたら、あなたのベッドがストーンと消えたら、あなたが例えば4階建てのビルに立っていて、その4階建てのビルの3階の部分がスコーンと消えたと。だるま落としの要領で消えた。そしたら真下にストーンと落ちていくじゃないですか。それそれ、そのイメージで重力に身を任せるっていうこと。ストーンと落としてみる。これが2つ目でしょ。で3つ目はあえて力を入れてみて、そして力を抜くっていうことをしてみると、メリットハリで力を抜くっていうことがようやく筋肉くんたちが理解し始めるから、体で覚え始めるから。これが3つ目でしょ。力をあえて入れてみる。で4つ目は軽く揺する。でこの時のポイントは接地面を意識して揺する。何にも急がなくていいから。そうすると力が入った箇所は揺らされる、揺すられるっていうことになる。でそうなった時に初めてあなたは力がほわーんとしてくるっていうことでございます。いかがすかこれ。なかなかもう新年明けても庄司くんいい話するでしょう。これ揺すりつつちょっと聞いてくださいね。ただもうほんとさっきも言ったように、僕の患者様の中でもう本当に重症患者さんっていうのは力が抜けないんですよ。でそれはこういうワークをおろそかにしてきたから、こういうワークをおろそかにした状態でそのストレッチだとかマッサージだとかを受けても、その別に受けること自体はいいと思います。マッサージを受けることはいいと思います。ストレッチをやることもすごくいいと思います。だけれどもその人そのものの体質が変わっていなかったら、やっぱり回復するスピードも遅いわけじゃないですか。それをさらに良くしたいと、さらにいい体を手に入れたいのであれば、ストレッチ、マッサージもめちゃくちゃに大事、お風呂も大事、いいものを食べるのも大事、笑う仲間、一緒に笑える仲間を作るのも大事。だけれども、その人そのものがやっぱり練習しなければいけない部分、脱力体になることもめちゃくちゃに大事。なんで、今日はこういう話をさせてもらいました。もう冷え症にもめちゃくちゃに効きますよ。手足が冷える人っていうのはさっきも言いましたけれども、筋肉が硬くなって循環を阻害されているんですよ。毛細血管末端の血管がギュッと圧迫されていて、末端にまで血液、温かい血液が送られていないからこそ起きることだから、手足が冷える人はエクササイズよりももしかしたらこの脱力ワークの方が効果あるかもしれない。それぐらい本当に本当に本当に大事な話をさせてもらいました。
今日の話がいいねと思ったら高評価パチ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 っと押してあげてください。そしてチャンネル登録されていない人、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして同じような悩みで悩んでられる人、私どこに行ったって治らへんねんとか、もしくはなかなか力抜けないのよとか、気がつけば息が止まっているんですっていうようなお友達がいらっしゃったら、そういう人に声をかけてくださると幸い。もしくはご自分が SNS 等をやられているんであれば、このリンクですね、この動画を教えてあげてくださればめちゃくちゃに助かります。こういういい情報は流しておくことも広めておいて損はないんで、誰にとっても損ではないんで、ね、今なんて特に心配だとか不安がすごいすごい世の中に広がっているじゃないですか。新年の方でも、新年の、ライブの方でも言わせてもらいましたけれども、僕たちが例えば被災地に何ができるかと言ったら、僕たちがまず健康になってご機嫌になることで、健康になってご機嫌になるためには循環を止めない、息がしやすい柔らかい体を作っておいて、もう絶対に損ではないんで、あなたのためにもなるし、世の中のためにも脱力を心がけてくださいね、というのが今日の締めでございました。ご清聴ありがとうございます。以上でございます。ありがとうという感じです。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。もっと心と体を軽くしたい方は庄司の健康オンラインサロンへ。もっと姿勢のことを書籍で詳しく知りたい方は1分姿勢教室で、こちらでお学びください。僕、庄司がお待ちしております。じゃあねー。